宗谷バス株式会社は、北海道稚内市に本社を置く、バス会社である。会社ホームページに、日本最北端、稚内のバス会社と歌われている通り、日本国内のバス会社の中で最北の営業エリアを、持つ。主に、稚内市、利尻島内、レブン島内といった宗谷管内の市町村で、路線バス営業を行うほか、ゴールデンウィークから、 秋までの観光シーズンには、定期観光バスも運転する。また、輪っか内札幌間などの都島町距離バスや、旧、天根北線、旧、高品北線といった、JR、旧国鉄線の廃止代替バス路線を受け持つ。2009年まで、東急グループの一員であった。 すべて北海道に所在路線バス車両は2017年3月31日現在で81台登録されている。日本最北端の地として観光名所にもなっている、宗谷岬にある天根北宗谷岬線の宗谷岬、停留所は日本最北端のバス停で知られる。路線バスハイブリッドノンステップバス、稚内郵便局前引く港一丁目間は、 市内線経由20は緑5丁目28先回り、21は坂へ1丁目先回り。朝夕の一部便は、ふれあい公園を経由しない。のシャップ小江戸井は、系統番号12番、小江戸井のシャップは、系統番号が11番となる。30は、塩見5丁目始発のシャップ先回り、31は、駅前ターミナル始発緑6丁目先回り。 稚内空港を出発する空港線航空便に接続運行行き先にはスクール専用と表示され、一般客は乗車できない。学休日運休。宗谷岬バス停6月から8月までは、レブン島観光協会が運行主体となる観光地、シャトルバスが各路線と同経路で一往復設定され、路線バスと同様に利用可能。 レブン線のシャトルバスは、高山植物園を経由する。靴型バスターミナルを起点とした本泊先回り、線防止先回りの一周便が基本。靴型から、本泊、押し止まりフェリーターミナル間には、区間便、航空便に接続する。空港便も設定される。括弧内は一部便が経由する。2010年4月1日より、江差市国保病院。 エサシターミナル間路線に延長。2010年4月1日より、エサシ国保病院、エサシターミナル間路線に延長。一部便は、三笠線と直通。音響、オウム線と直通。括弧内は一部便が経由する。特急惑化内号特急惑化内号札幌線上。2001年下、2011年1981年に、札幌線運行開始。 当初は、会員制貸し切りバスとして運行。北海道内のバスで初めてトイレ付き車両を導入した路線である。1983年5月1日より、旭川線の運行を開始した。札幌線は当初札幌東急ホテルに発着していたが、札幌駅前、ターミナル、センチュリーロイヤルホテルへの変更を経て、現在は、 大通バスセンター発、札幌駅前駅で運行される。当初は、銀霊バス特急浜那須号とは競合していたが、バス路線新規参入自由化や、JR の、宗谷などの特急化に対する、競争力強化のため2001年7月20日より、共同運行を開始し、運賃値下げや、回数乗車券設定を行っている。皇帝の内札幌ルモイ間は、中高便、 夜行便ともに、道央自動車道と深川るもい自動車道を通行する。また、夜行便は、運行両社で、運行管理委託を行っており、輪っな内小平間は、宗谷バスが、札幌小平間を北斗交通が担当する。道の駅を平に新番屋で、上り便と折り便が合流し、双方の乗務員が車両を交換して起点に戻る。年月日より、 銀霊バスのバス事業の譲渡により、北斗交通との共同運行に変更となった。旭川線は銀霊バスと競合運行であった。銀霊バスは、宗谷バスとは逆に、旭川を午前、か内を午後に出発する便を設定していたが、季節運行化を経て1997年下季の運行をもって廃止となった。宗谷バスは、豊富、なよろ。 市別に停留所増設を行うなど運行を継続していたが、乗客が減少傾向であることなどから2010年3月31日の運行をもって休止されている。特急エサ市、号特急エサ市、号札幌線旭川線は1985年9月20日に単独で運行開始。1992年4月1日より、道北バスが運行に加わっている。 2002年6月1日には、宗谷バス運行便を本滅別経由なよろ発着に変更し朝日川線は、道北バス便に一往復の運行に変更されたが、2004年4月1日に、本滅別経由を廃止し、ショートミ別経由は朝日川発着に戻されている。札幌線は2002年6月1日に運行開始、同年6月22日に、旧歌登町と、 旧江差町からの補助を受けて三列独立シート車を導入している。当初は名、なよろ、市別に停車していたが、高速道路、自動車専用道路の延伸に伴い2004年5月1日より直行運行に変更された。特急店北号定期観光バス定期観光バスは、稚内発着、利尻発着、レブン発着角2コース。 運行期間は5月3日から5月6日5月21日から9月30日まで。当期に北門バスと共同で稚内門別館ポールスター号を運行していたが2006年度以降は運行されていない路線変更に伴い廃止。現在は系統番号11.12に引き継がれている。稚内市が運行主体の乗り合いタクシーが運行される。 2006年3月18日廃止2014年7月25日廃止、いずれも北門バスへ場とおこっぺ西おこっぺ間と上おこっぺ北見、滝の上駅間の経緯については、西おこっぺ村営バスを参照。当期のみ、運行の定期観光バスに変更されたが、2005年の運行を最後に設定されていない。歌登町営道廃線にほぼ沿う。 歌登りしびうたんを、旧歌登り町へ譲渡。町営バスとして運行していたが後に廃止。ショート未別、本滅別までは、歌登り町営軌道廃線にほぼ沿う。2002年6月1日付で廃止され、特急エサシ号が代替となったが、本滅別経由、おといネップ非経由便は2004年4月1日付で、廃止され。 現行のショート未別、おといネップ経由に一本化されている。貸切バス貸切バス車両は57台保有。事業は通常は、旭川運輸支局管内、札幌運輸支局管内、北見運輸支局管内のうち門別市を呼び、門別郡での発着が認められているが、貸切バス事業者安全性評価認定制度による、有料事業者に限定した。 営業区域の弾力的な運用により、北海道全域となっている。一般路線車は、日野製の車両が、高速車や、貸切車は三菱不走製の車両が多く、利尻及び、レブンの定期観光バスには三菱不走エアロキングが運用される。路線車は、ほとんどが、東急バスから移籍してきた車両であり、ノンステップバスは、東急時代のカラーリングのまま、 レブン営業所所属の元アンロマ社2台は専用色への塗り替えを行い、さらに激寒地向けた要改造を施して使用されている。一方、白に赤ラインが入ったオリジナルカラーの車両も少数在籍しており、輪っか内市から購入補助を受けたハイブリッドバス、天マ北総谷岬崎線ではオリジナル塗装の車両が運行されている。高速、貸し切り車は 東急グループ離脱以降共通色であるマーキュリーカラーの数を減らしており自社オリジナルカラーが増えてきている琉球バス交通より借り受けた車両2008年より夏季繁忙期限定で逆に夏季は換算期となる沖縄県の琉球バス交通と那覇バスより乗務員を受け入れている2010年は運転手6名とバスガイド15名が リシリ、レブン両営業所に配属された。同年より、車両のリースも開始され、琉球バス交通所有の三菱不走エアロエース5台が配属された。これを知った福岡県の堀川観光バスが、修学旅行等で繁忙期を迎える時期に車両と、乗務員の仮受けを打診。2012年10月17日に運転手4名へと、前年に導入された。 新型車両3台が福岡県へ向かって出発し、同月下旬から12月上旬まで稼働する予定となっている。ありがとうございます。